それでは1組目でございます内側を通りますのは上場番号177番マックススカラの2016当選誉星3区の牝馬起乗者の金量は4 8キロでございますえそして外,こ外を通りますのは上場番号219番アクアブルーマーチの2016ブラックタイド3区牝馬起乗者の金量は5 5キロでございますこの2頭の公開調教すでにスタートを切っています今3コーダーのカーブの手前のところにいます 2018トレーニングセール第5クルーが今スタートを切りました2時10分にスタートを切っておりますなおこの第5クルーは18組目登場予定でした224番のアプローズ美行の2016こちらは欠場となっております同じ組でスタートする191番のレゾリューションの2016はしたがって単走にての公開調教ということで起乗者は山口達也に変更になっております そして最終組二十六組目でございますが第一クル二十二組目で袖のための追い切りを中止しました百九十二番が改めて登場でございます。騎乗車が門別高弘六十五キロにて最終組で登場する予定です。さあ二頭が直線コースに入ってまいりまして二百メートルハロンボウ今通過いたしました。内が百七十七番マックスからの二千十六外二百十九番アクアブルーマージュの二千十六。この二頭ヒ馬同士の公開調教今ゴール番前を通過しています。 それではタイムをお知らせいたします内を通りました177番は2波論が11秒671 67波論が11秒7511秒75です外を通りました219番は2波論が11秒6811秒681波論が11秒3511秒35でございます続きまして2組目2組目になります内を通りますのは上場番号が122番です 中山マニッシュの2016当選ホマレボシ3区の品場騎乗者の金量は57キロです外を通ります147番ブライアンズ美光の28ローズキングダム3区こちら男馬ボバでございます金量は59キロこの2頭の公開調教です 第5クルー2組目内122番中山マニッシュ2016当選誉星3区牝馬騎乗者の金量5 7キロ外百147番ブライアンズ・尾行の28ローズキングダム3区ボバ5 9キロこの2頭が 400m ハロンボを今通過いたしましたこの辺でピッチが上がってさあ直線に向かっていきます 200m ハロンボを今通過いたしました外の馬が約1馬身近く先行してのゴール番前でございましたそれではタイムです内を通りました122番はニハロンが11秒74 11秒74 一ハロンが十一秒三二、十一秒三二、外を通りました百四十七番二ハロンが十一秒六五、十一秒六五、一ハロンが十一秒三零、十一秒三零でございました。続いては三組目です。内を通りますのが上場番号六十六番です。スカーレピーコックの スカーレピーコック2016はペルシャザールの3区男馬です起乗車の筋量は59キロです外83番チャームアップの2016当選ホマルボシ3区の男馬起乗車の筋量は62キロの2頭今600メーターハロンボを通過しています内が66番スカーレピーコック2016スカーレピーコック2016 エルシャザールの三幸床五5 9キロとソト83番チャームアップの2016当選誉星三幸床六6 2キロの2頭4コーナーからこれから直線に入ってきます残り一ハロンを通過いたしました 外わずかに1馬身半ぐらいのリードを保って先行という形になったのがチャームアップの2016うちの方がスカーレ・ピーコックの2016でございましたうち66番タイムですフタハロンが13秒4013秒4 0トハロンが12秒ちょうど12秒ちょうどです外の83番はフタハロンが13秒3713秒3 7トハロンが11秒7811秒78でございました 四組目の公開調教に移ります。内側が上場番号が二百九番サウス白蛇サウスビグラスの参考とコウマです。騎乗車の金量は六十一キロです。で外が八番カレンマーガレット二千十六はスターリングローズ参考とコウマ騎乗車の金量六十三キロ。この二頭の公開調教でございます。 第5クルーですが現在は4組目の公開調教うちサウス伯爵そして外がカレン・マーガレット2016この2頭今3コーナーから4コーナーへと向かうところです34コーナー中間地点を今通過いたしました 400m ハロンボを通過してさあこの辺からスピードが上がっていきますほぼ2頭が同じような白でこれから直線コースに向きます内サウスアクシャクサウスビグラス3校男馬外カレンマーガレット2016はスターリングロウス3男馬です直線では このサウス伯爵の方が四馬身以上の差をつけて。先行してゴール板前を通過しています。それではタイムです。うちを通りました。二百九番は二波論が十一秒一レイ。十一秒一レイ。一波論が十秒五九、十秒五九です。外の八番は二波論が十一秒二レイ。十一秒二レイ。一波論が十一秒四六。十一秒四六でございました。 続いての公開調教は5組目です。うを通りますのは、上場番号195番です。モナーク投資を2016は浅草キングスがお父さんえ、その男馬騎乗車の斤量69キロです。外171番はホットスマイル2016王権ブルースリーの子供です。こちら男馬6 2キロの騎乗者の斤量でございます。えともにボバ同士のカップリングということになりました。この5組目。 この二頭が今三四コーナー中間地点にかかります。うち百九十五番、モナーク東証二千十六。え、そして、外が百七十一番、ホットスマイル二千十六の二頭です。四コーナーから、これから直線に入ります。残り一ハロンを過ぎました。外の方がわずかに前にいます。ホットスマイル二千十六は。オーケンブルースリー三コートコーウマ、内が。 モナーク投手は浅草キングス三区の男馬です。二馬身ほどの差で、外コースを通りましたホットスマイル二千十六が先行してゴール番前を通過しています。五組目の公開調教が終了しています。さあタイムです。内を通りました百九十五番は。フタハロン十二秒一レイ、十二秒一レイ。一ハロンが十二秒三一、十二秒三一。外百七十一番は、フタハロンが十一秒九五、十一秒九五。 ヒトハロンが十二秒レイ二、十二秒レイ二でございました。六組目の公開状況に移ります。六組目はうちを通りますのは上場番号百六十三番の。フレグラントガール二十八。ペルシャザールの三区ヒンバでございます。えこちら、騎乗者の斤量は七十二キロです。え外が。 え黒船のサンク牝馬になりますが、上場番号三十六番の最強レディ二千十六です。騎乗車の斤量は六十一キロ。ここは騎乗車の斤量の差が十一キロあります。その辺も含めて、公開状況をご覧いただきたいと思います。今ゆっくりと六百メーターハロンボウに二頭が掛か,かります。うち百六十三番。フレグラントガール二十八。ベルシャザールサンク牝馬七十二キロと。 外が三十六番、最強レディ二千十六黒船三区ヒンバ騎、えー、乗者金量六十一キロの二頭。比較的ゆっくりとしたキャンターから、この辺からペースが上がっていきますか。まもなく四百メーターハロンボウに向かっていきます。二千十八トレーニングセール公開状況をお伝えしております。 最終クルーということになります。さあ、この二頭。今ロック目でありますが、この二頭が牝馬同士の。組み合わせになりましたが、今直線に入っています。<noise> 1> 約一馬身ほど外三十六番の最強レディが先着ということにはなりました。 それではタイムです内を通りました163番は2波論が12秒551 55波論が11秒2011秒20ですそして外を通りました36番は2波論が12秒4912秒491波論が10秒9810秒98でございました。 続きましては7組目でございます内を通りますのは上場番号236番ウエスタン電光2016はヘニーヒューズの3区ヒンバです起乗者の筋量は58キロです外は上場番号115番ですビットリアステラハーピンチャーの3区のヒンバです起乗者の筋量は53キロですここもヒンバ同士の組み合わせ早くもピッチが若干上がってまいりまして3,4コーナー中間地点から4コーナーへと向かいます 内がウェスタン電工2016、外、ビットリアステラ、この2頭です。今直線コースに入ります。内がウェスタン電工2016、ヘニーヒューズの3区、外がビットリアステラ、ハーヴィンチャーの3区ともにヒンバ それではタイムレス内を通りました236番は2波論が11秒3611秒361波論が11秒1211秒12外を通りました115番は2波論が11秒4311秒431波論が11秒4611秒46でございました。 公開調教は8組目が今スタートを切りました内を通りますのは上場番号175番ですマジカルミステリーの2016はローズキングダム3区の男馬起乗者の金量は6 5キロです外を通りますのは上場番号116番ですパッサニン2016リーチザクラウンの3区男馬です起乗者の金量は5 8キロこの2頭の公開調教に移ります 第5クルーは8組目うちマジカルミステリーの2016ローズキングダム3区外116番はパッサリン2016はリーサ・クラウン3区ともに男馬同士の公開調教さあ2頭並ぶようにしてこれから4コーナーから直線に向かいますさあうちの方、経済構想を立ち回ってマジカルミステリーがやや前にいようかというところでありますが その差、一番審査で今直線コース半ば。ゴール番前では二馬身ほどの差で。うち百七十五番のマジカルミステリーの二千十六が先着になっています。それではタイムです。うちを通りました。百七十五番は二ハロンが十二秒零八。十二秒零八。一ハロンが十一秒七二。十一秒七二。 外を通りました116番は2波論が12秒1212 12秒121波論が12秒0512秒05でございました9組目に移ります内を通りますのは上場番号が184番です ポットアカデミー2016は当選ホマルプス3区のヒンバです。起乗車の筋量は59キロ。外が上場番号218番。アインステージ2016はタイムパラドックス3区男馬です。こちら起乗車の筋量は58キロの2頭です。まもなくこの2頭が600メーターハロンボーの前を通過します。 9組目、うち184番、ポッターアカデミー2016、こちらは牝馬、当選誉ボ星が父、外が218番、アインステージ2016、こちら男馬、父がタイムパラドックスの2頭です。残りりを今切りました そしてヒトハロンをこれから切ります並んでこようかという感じではありましたが184番ポットアカデミーが1馬身半ぐらい先着という形になっていますその後218番のアインステージそれではタイムでス内を通りました184番は 二波論が12秒4212秒4 2ハ波論が11秒5011秒50外を通りました218番ハ波論が12秒4512秒4 5ハ波論が11秒7511秒75でございました <laughs> 第5クルーはこれから10組目になります こちらの二頭でございますが、お手元のクルー表と内と外が入れ替わります。内と外が入れ替わります。従いまして、内を通りますのが。上場番号四十四番のサンライトプリティ二十八は名称ボーラー産駒品馬です。気乗車の斤量は六十二キロです。外になります。外になりますのが九十五番の馬です。 ドゥスマイルの2016は名称サムソン3区の品場機乗車の筋量は48キロここの2頭でございますが機乗車の筋量の差が実に14キロありますその辺も含めてご覧いただきたいと思いますこれから10組目の公開調教が間もなくスタートするところです 重ねてご案内を申し上げますこの10組目でございますがお手元のクルー表と内と外が入れ替わります内を通りますのが44番のサンライトプリティ28名称ボーラー3区ヒンバです機乗者金量62キロ外になりますのが上場番号95番ですドゥスマイルの2016名称サムソン3区ヒンバ機乗者の筋量48キロ この2頭の公開調教2頭は1区と3コーナーのカーブにかかっています。 さあこの二頭ピッチが上がって残り400メートルハロンボを今通過いたしました。そして200メートルハロンボを通過しています。 1 10組目の公開調教が終了しています。まず内を通りました。44番2。フタハロンのタイムは13秒17。13秒171ハロンが11秒5311秒53です。外95番は2。ハロンが13秒16。13秒161ハロンが12秒38。12秒38でございました。 続きまして、公開調教の方は十一組目です。内側の方は上場番号百二十五番です。ピースオブフリー二十八はヨハネスブルグサンクオトコーマです。気象車の斤量は五十九キロ。外は上場番号百二十八番、えー。ビバサムシングの二十八はスイフトカレントサンク。こちらはヒンバでございます。ええー、気車の斤量は六十一キロの二頭です。 早くも三四コーナー、中間地点にこの二頭がかかります。第五クルーは十一組目、内百二十五番はピース・オブ・フリー二十八、ヨハネス・ブルグ・サンク・ボバ、外百二十八番、ビバ・サムシングの二十八、スイフト・カレント・サンク・ヒンバ。この二頭の公開調教を、今、直線コースに向いています。二百メーターハロンボー。今、通過いたしました。 ほぼ同じような足色です。ゴール盤前を通過いたしました。十一組目の公開調教が終わりました。さあ、それではタイムをお知らせいたします。うちを通りました。百二十五番は二ハロンが十二秒レイ六、十二秒レイ六。一ハロンが十一秒六三、十一秒六三。 外を通りました128番はハロンが12秒0712秒0 7ハロンが11秒611 61秒61でございます12組目に移ります内を通りますのは上場番号98番ですトゥルーアイズの2016バトルブランの参考トコウマ貴重者の金量は6 0キロです 外を通りますのが上場番号200番ちょうどはユーアマインの2016ハービージャン3区の男馬こちらも騎乗者の筋量は同じく60キロです共に男馬騎乗者の筋量は60キロでの公開調教今三コーナーのカーブの手前にかかっています 最終クルーの第5クルーもちょうどこれから中盤でありますが現在は12組目です内98番トゥルーアイズの2016外200番ユーアマインの2016の2頭さあ直線コースに入ってきますともにムチが入りましたほぼ同じような足色 うち98番のトゥルーアイズわずかに先着でしょうかその後二200番のユーアマインの2016それではタイムをご紹介いたします内を通りました98番はフタハロン12秒3812秒3 8一ハロンが11秒4911秒49外200番はフタハロンが12秒3412秒3 4一ハロンが11秒5611秒56でございました 続きまして13組目でございます内を通りますのは上場番号が155番になりますプリーストスマイルの2016はハービージャン3区の品場です起乗者の筋量は56キロそして外が124番ですピースオブスマイル2016はネオニバース3区の品場起乗者の筋量は64キロの2頭 バ同士のここは組み合わせになりましたうち155番ハービーちゃんの子供になりますプリーズドスマイル2016外がネオニバースの子供ピース・オブ・スマイル2016この2頭さあ直線に向いています ここは外の124番ピースオブスマイル4羽新弱ぐらいの差を広げてのゴール番前でございました。それではタイムレス。内を通りました155番はフタハロンが11秒92、11秒92、フタハロンが12秒レ02、12秒レ02です。そして外を通りました124番はフタハロンが11秒53、11秒53、フタハロンが11秒51、フタハロンが11秒51でございました。 14組目に移ります14組目内側を通りますのは上場番号37番サクラプラチナ16パイロの3校男馬でございますそして外を通りますのが上場番号150番ブラックカシミール16バンブーエールの3校男馬でございますこちらの2頭でございますが機乗車がそれぞれ入れ替わります。 37番の桜プラチナの方に川崎清五5 9キロが乗りますそして150番ブラックカシミール16の方に服部高文5 7キロが乗りますこの2頭でございますが騎乗者がそれぞれお手元の来る表は変わるということになります早くもこの2頭は4コーナーから直線に入ってきていますうちが37番桜プラチナ16です パイロの3区男馬、騎乗者は5 9キロ川崎清隆そして、外が150番ブラックカシミール16バンブーエール3区男馬騎乗者が5 7キロ服部高文に代わっての公開調教でございました。 それでではタイムす。内を通りました37番はフタハロンが11秒6211秒6 2一ハロン11秒8911秒89です外の150番はフタハロンが11秒1211秒1 2一ハロンが10秒7410秒74でございました続きまして15組目に移ります こちらの方は対等馬を伴っての公開状況になります。注目は内側を通る馬です。上場番号60番のシルクナデシコ2016はエンパイアメーカーの男馬騎乗者の金量は59キロでございます。外コースに対等馬を伴います。対等馬の方の騎乗者の金量は65キロでございます。注目していただきたいのは内側を通ります。上場番号60番のシ シルクナデシコ二千十六エンパイアメーカー男馬。騎乗者の斤量五十九キロ、帯同馬の斤量は六十五キロと。六キロの差があっての公開調教となっています。さあ、その二頭が、これから直線コースに向かいます。 15組目上場番号60番のシルクなでしこ2016今、公開調教、タイトーバを伴っての公開調教でございましたがそのタイムは2波論が12秒ジャスト12秒レイレイそして1波論が11秒8611秒86でございました。 第5クルー公開調教これから16組目内側を通りますのは上場番号65番ですスカイジュエルの16キャプテントゥーレの3区牝馬です起乗者の金量は5 8ロ外二百227番アロット・オブ・ラブの16は名称ボーラー3区牝馬でございます起乗者の金量は5 4キロこの2頭によります公開調教です ともに牝馬同士の組み合わせう内65番のスカイジュエル16キャプテントゥーレの子供外227番アロットオブラブ16は名勝ボーラーの子供ですその2頭を今3コーナーのカーブにかかっています さあこの辺から徐々にピッチが上がっていきます内が65番スカイジュエル16外227番アロット・オブ・ラブ16この2頭そして直線に向いて今200メンターハロンボを通過しています ほとんど大きな差がなく、ゴール盤前を通過しと通過いたしました。2頭です。それではタイムをご紹介いたしましょう。内を通りました。65番は2。ハロンが11秒25、2号11秒2号1。ハロンが11秒1711秒17外を通りました。227番は2。ハロンが11秒211 21秒211ハロンが11秒3411秒34でございました。 十七組目に移ります。十七組目、うちを通りますのは上場番号が百四十一番です。<laughs> フォクシーレックスの二十八はディープブリランテサンクの牝馬です。気乗車の斤量は五十一キロです。そして外百八十三番の馬。ポアティエ二千十六は同じくディープブリランテサンクの牝馬。気乗車の斤量は六十キロです。ここはともに。 ディープブリランテ3区品馬投資の2頭ということになります内が141番フォクシーレックスの28外が183番ポアティエ2016のこの2頭騎乗者の筋量が9キロの差があります外を通りますポアティエ2016の方が9キロ重たいということになりますさあ2頭が4 0 0ーハロンボウ今通過いたしました ほぼ同じような足色でゴール盤前大接戦でゴール盤前を通過いたしました2頭ですともにディープブリランテ3区牝馬同士の2頭でしたそれではタイムです内を通りました141番はフタハロンが12秒3012秒3012秒3レイ。 1>, 1波論が11秒311 31秒31そして外を取った183番は2波論が12秒3012秒301波論が11秒321秒32でございました続きましては18組目でございます こちらは冒頭にもお伝えしました。二百二十四番で登場予定でございましたアプローズ飛行の二千十六が欠勝となりましたので、百九十一番レゾリューションの二千十六の単走での公開状況になります。ヨハネスブルグ山区のトコウ馬、そして機乗者が山口達也六十キロに変更になっております。 十八組目は単走の公開状況は上場番号百九十一番レゾリューションの二千十六ヨハネスブルグ参考トコウマ騎乗者山口達也六十二キロにて公開状況でございます。今単走で今三コーナーから四コーナーへと向かうところです。山口達也六十キロでございます。山口達也の金量は六十キロで行います。 18組目224番で登場予定だったアプローズ尾行の2016は欠場となっております191番レゾリューションの2016ヨハネスブルグ参考トコウマ山口達也6 0キロでの単走による公開調教今ゴール番前を通過しましたそれではタイムです191番フタハロンが11秒2511秒25 ヒトハロンが10秒96、10秒96でございました。 さて19組目でございますがこちらはお手元のクルー表と、えー、内と外が入れ替わります内と外が入れ替わります、えー、内を通りますのは上場番号77番の、えー、タスクミストレス2016当選ラーの3区の男馬起乗車の金量60キロこちらが内です外が246番ですオールピュール2016ジャスタウェイの3区男馬起乗車の金量57キロ ご購買者の皆さんお手元のクルー表この19組目は内と外が入れ替わっておりますあらかじめご了承いただきたいと思います今その2頭は34コーナー中間地点にまもなくかかるところです内が77番タスクミストレス2016そして外が246番オールピュール2016ともに男馬同士でありますがこちらジャスタウェイの3区 さあ、直線にこの二頭が向きました。内が七十七番、外が二百四十六番でございます。 内を通りました77番タイムは2波論が12秒251 25波論が11秒5611秒56です外を通りました246番2波論が12秒151 15波論が11秒411 41秒41でございますこれから20組目内を通りますのは上場番号190番 メジロアリエル2016はヤマニンセラフィムの参考競馬騎乗者の金量65キロです。外を通りますのが157番です。プルピットレディの2016はエスポアールシチの参考競馬騎乗者の金量はこちらは61キロとなっております。 内190番はメジロアリエル2016ヤマニンセラフィムサンク男馬6 5キロ外157番エスポアールシテサンク男馬機乗車の金量6 1キロの2頭 600m ーーハロンボー今2頭が通過いたしました現在20組目の公開調教が行われています そして4コーナー 400m ハロンボー今、通過いたしましたそして直線の入り口ムチがポーンと一発入りました内190番メジュラリエル2016外157番プルビット・レディの2016この2頭

続きまして二十一組目、こちらの二頭もお手元のクルー表とは内と外が入れ替わります。内を通りますのが上場番号八十番です。ダンシングイレーネの二千十六はディープブリランド参考トコウ馬。騎乗者の金量は五十五キロです。外になりますのが二百三十番イナズマチーター二千十六スマートファルコン参考トコウ馬。騎乗者の金量は七十キロでございます。 お手元のクルー表と、この二十一組目も、内と外が入れ替わっております。あらかじめご注意いただきたいと思います。内ち八十番、ダンシングイレーネの二千十六ディープブリアンツ参考男馬。騎乗者の斤量五十五キロ。外二百三十番、稲妻チーター二千十六スマートファルコン参考男馬。騎乗者の斤量七十キロ。ここは斤量差が十五キロあります。十五キロあります。 それを含めて公開状況をご覧いただきたいと思います。この二頭が今三四コーナー中間地点の手前にかかっています。さあ、この二十一組目、ちょっと前と後ろの差が空いてしまったようです。 さあ前を行きます。一頭二百メートルハロンボを通過しています。こちらが外コースを最初通っておりました伊津夏マチーター二千十六が先にゴールの前を通過しています。その後八十番。 結局こちらはなかなかピッチが上がらずにゴール盤前を通過ということになりましたさて内を通りました80番は2波論が20秒22 20秒22 1波論が17秒22 17秒22です 外通りました230番は2波論が12秒551 55波論が11秒8411秒84でございました <noise> 第5クルーはこれから22組目内を通りますのは上場番号221番です アッフェルバンダムの二十八はプリサイスエンドサンクヒンバです。基調車の金量は六十三キロ。外は百十九番の上場番号。バーミスキャットの二千十六パイロのサンクヒンバです。基調車の金量は六十一キロの二頭です。<laughs> 残すところこの組を入れてあと五組ということになります。そのうち単層が二組あります。 残りあとわずかになってまいりました2018年のトレーニングセール公開調教でございます競りは明日行われる予定となっています内が221番アッフェル・バンダムの28プリサイス・エンドサ区ク外119番バーミス・キャットの2016パイロンサン区ともに牝馬同士この2頭 今三四コーナー中間地点を通過、これから四コーナーへ向かっていきます。そして二ハロンを切りました。さあ、ここからピッチが上がっていきます。

十秒七一でございました。続いての二十三組目は単走にて、すでに馬の方は三コーナーから三四コーナー中間地点へと向かっています。単走で行われますのは、上場番号九十三番、東海ティアラの二千十六は父がルーラーシップの男馬です。 騎乗者の斤量は七十二キロでございます。二十三組目、九十三番の東海ティアラの二千十六。ルーラーシップ三区ボバ、四百メーターロンボを通過しました。はい、そして二百メーターロンボを通過しています。 それほど強く追ってるという感じではありません。馬のリズムに任せてという感じの公開調教でございました。それではタイムです。え九十三番は二ハロンが十五秒六四。十五秒六四一ハロンが十二秒八八。十二秒八八でございました。 第5クルーは24組目内を通りますのは79番のダリーニア2016はダノンシャンティー3区ヒンバです起乗車の金量は5 7キロ。外上場番号108番サトアンジュ中山フェスタの3区ヒンバです起乗車の金量は6 1キロでございます内が79番ダリーニア2016ダノンシャンティヒンバ。 そして外106番が佐藤安寿中山フェスタ3区牝馬ともに牝馬同士の公開調教今3コーナーのカーブにこれかかかりますあと追加も入れて3組ということになります26組目に第一クルーの22組で添えのために追い切りを中止しておりました192番が再び登場になります うち79番ダリーニア2016そして、外がサト・アンジュの2頭ちょっと現在、馬の間隔が空いてしまいましたが逆にこの辺から合わせ馬にかかりますがちょうど今4コーナーのカーブにかかります2頭です。400ハロンボーを通過 そして直線に向いていきます。さあ二百メーターハロンボー通過。最後は集中して走ってきて、その差を若干縮めながらという形のゴール盤前でございましたが。 内を通りました79番はフタハロンが14秒14141 14ハロンが11秒5911秒59外を通りました106番はフタハロンが14秒1514秒1 5一ハロンが11秒2611秒26でございました第5クルーは25組目内を通りますのは上場番号237番です おしゃべりコパの2016は大気シャトル3区の貧馬です起乗車の筋量は57キロ外を通ります113番ですハニーハント2016はヨハネスブルグ3区こちらも貧馬起乗車の筋量は56キロの2頭ですここもともに貧馬同士うち237番おしゃべりコパの2016大気シャトル外113番ハニーハントの2016ヨハネスブルグの子供貧馬同士の 組み合わせとなりましたこの公開調教、この2頭がこれから3,4コーナー中間地点に向かいますこの後の26組目で追加で今日の第一クルーの22組目それのために追い切りを中止いたしました192番が登場する予定となっておりますさあ2頭が今直線に向きます わずかに外113番ハニーハント先着ですが最後の足色はほぼ一緒でありました。25組目の公開調教が終了しています。内を通りました237番はニハロンが12秒14、12秒14、1ハロンが11秒26、11秒26。外を通りました113番ニハロンが11秒86、11秒86、1ハロンが11秒36、11秒36でございました。 そして今日の第一クルー二十二組目で添えのために追い切りを中止いたしました百九十リマンのミンドゥルレ二十八が登場です。シビロオサンクの頻場でございます。基上車でございますが門別高広六十五キロが基上になります。その後レントゲン検査の結果異常がありませんでしたのでここで再登場ということになりました。再びご覧をいただきたいと思います。単走で現在三コーナーのところにいます。 上場番号百九十二番ミンドゥルレ二十八シビロオサンクヒンバ騎乗者門別高弘六十五キロでございます。<laughs> ちょうどレースコースの中央を通りながら、これから四コーナーのカーブです。 そして直線に向いています。今ゴール板前を通過いたしました。百九十二番。 2波論が14秒951 95波論が12秒2812秒28でございました。